はい、こんにちは。ね、未だにライブグッズの、発送通知が来ていない公平でございます。というわけでですね、今回は、ね、先日からですね、行われております、HMM のと、ラブライブサンシャインのコラボショップですね、が行われておりまして、僕ですね、先日、そちらに行ってきましたので、その時のですね、様子をちょっとご覧いただければなと思います。どうぞ。はい、こんな感じですね。飲めなかったらね。はい、よいしょ。こちらね、カンカンみかんスムージーですか、皆さん。こちらね、アトモスという店の B1階、こちら靴屋さんかな、靴屋さんのところで飲めますね。はい、こちらですね、竹下口の路地を入ったところにあります。はい、じゃあちょっとですね、飲みに行きたいと思います。はい、こんな感じです。はい、というかですね、まぁ、こんな感じでちょっとね、簡単にではございましたが、紹介させていただきました。そしてね、当然、ね、ちょっと少なめなんですけども、こんな感じでね、グッズも買ってきましたので、ちょっとご紹介、したいなと思います。ですね、グッズと言えるようなグッズはですね、そんなに本当に少なからずしかちょっと買ってないんですけれども、まずはこちらですね、はい。ラブライブとでっかく書かれた、今回のオリジナルイラストのクリアファイルですね、こちらを買ってまいりました。そしてもう一つはこちらですね、カナンちゃんの、バースデーカードですね、バースデーポストカードですね、こちらを、買ってまいりました。そしてですね、実はもう一つ、ちょっとね、変わったものを買ってまいりました。それがですね、こちらです。はい。はい、こちらでございます。西浦で採れたですね、寿太郎みかんという、みかんでございます。まあ、西浦地区というのはね、みかんが非常に、豊富に採れるような場所としても知られていまして、こちら、寿太郎みかんという、まあ、ブランドのみかんらしいですね。これらで、500円ちょっとぐらいかな、しました。ちなみに、こちらのバースデーカードは、550円プラス税いたしまして、こちらのクリアファイルは、値段が、350円プラス税いたしました。それじゃあですね、ちょっと食べれるものからね、ちょっと先に食べたいと思います。こちらのね、じゃあみかんちょっと食べたいと思います。でですね、ちょっといただきたいと思います。どんな感じなんだろう。ああ、ちょっと種があった。ですね、甘みがちょっとありますね。うん。なんか普通のみかんと違って若干酸味が弱い感じがします。うん。あ、甘いね、本当にこれは。美味しいです。しかも、とてもみずみずしいですね。うん。まあ冷蔵庫にね、ちょっとずっと入れてたので、ちょっとね、酸味とかそういうのが落ちてるっていうことももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあそれでもね、みかんってそんな酸味が落ちたりとかはなかなかしないので、オレンジとかもそうですけど。なんでね、この甘みとかは元々のものだと思います。そしてみずみずしいので、とても食べやすいみかんですね。それじゃあね、ちょっとお次はこちらのバースデーカードを開けていきたいなと思います。5枚入りらしいですね、今回は。はい、ちょっと見てみましょうか。はい、まずはね、こちらの、ダイビングのね、ボートから見てるかなちゃんと、これはあれですね、幼稚園かな、小学校かなぐらいのかなちゃんと、そしてこれはこう、なんだっけこのシーン忘れちゃった、すまん、そんな、なんかのシーンちょっとすまん忘れてしまったから、ちょっと一瞬出ない、申し訳ない。それと、ここはもう有名ですね、あのハグしようのあれ時のカナンちゃんですね。そしてこれは思いを一つになるの時のカナンちゃん、
まあ以上のね5枚が入っているという感じでございます。はい、どれもいいですね。じゃあお次はねちょっとクリアファイルもねご紹介したいなと思います。はい、よいしょ、開きました。こんな感じでございます。今回のですねこのクリアファイルは非常にまあイラストもそうですけど非常にシンプルなものとなっておりますね。でね、みんなね意外と気づいてないんですけどね、ズラ丸が、メガネかけてますね。はい、まあ簡単にではございますが、ご紹介させていただきました。はい、というわけでですね今回はね、ラブライブサンシャインと HMM の、コラボショップに行ってきましたので、そこでですね、ちょっとねいろいろとまあ買ってきたものをご紹介させていただきました。ちょっと犬うるさいねごめんなさい。というわけでですね、皆さんさよなら、バイバイ。いやーちょっとこれは本当にマジでうまいわ。本当に皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。